2018年3月19日10時58分特集、スタイガー・ウッズ笑顔で優勝トロフィーを手にするロリー・マキロイ・ベイヒルクラブ、共同、拡大、米男子ゴルフのアーノルド・ファーマー招待は18日、フロリダ州、オーランドのベイヒルクラブ、パー72で最終ラウンドが行われ、3位で出て8バーディー、ボギーなしの64と伸ばしたロリー・マキロイ、イギリス、が通算18アンダーで2期ぶりのツアー通算14勝目を挙げた。マキロイが13番からの4連続バーディーなど、バックナインで爆発した。先に出たウッズが次々とパットを決める展開で、大歓声が何度も聞こえ、タイガーが伸ばしているのが分かった、と燃えた。対抗するように15番でチップショットをねじ込み、18番は7メートルのパットを決めた。大歓声に両手を上げ、剣を握りしめた。2016年9月のツアー選手権以来の米ツアー優勝。僕が最後に勝ったのはアーノルド・ファーマーが亡くなった日だった。ここで彼に祝ってほしかった、と、この大会のホストを務めた個人を偲んだ。28歳の実力者は、4月のマスターズトーナメントでメジャー4大会をすべて制する、生涯グランドスラム、を目指す。共同、リーダーボードへツアー日程へ今、あなたにおすすめ。